こんにちは、東京リベンジャーズ解説動画チャンネルのなあちゃんです。まさかのあのキャラが登場するなど嬉しいサプライズもあった通り部アニメ聖夜決戦編第34話。今回はそんなアニメ第34話について簡単なあらすじ紹介とともに原作との変更点を徹底解説していきたいと思います。またホワイトノイズとリンクするシーンや竹海登場シーンについても解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。なおアニメ34話より先のネタバレの内容を含みますのでご注意ください。第34話について、単行本13巻の第108話から第110話と14巻の第122話の内容が描かれた今回、突如現れたヒナを前に何も言わずここまで連れてきたマイキーを竹道が振り返った時、目をそらすマイキーに原作ではツーンという効果音がついていたのですが、アニメではマイキーが声に出してツーンと言っていて可愛かったです。おろおろする竹道に何を考えているかいまいち読めないヒナの表情が忠実に再現されていました。ヒナがお父さんに問い詰めるシーンは原作では数時間前と補足されていましたが、アニメでは特に表記はありませんでした。竹道くんに何言ったの?とお父さんに聞くヒナ。ヒナがなぜ気づいたのか、原作でも触れられていなかったかと思いますが、この後の両親の様子からお母さんはお父さんの行動を知っていたっぽいことがわかるので、竹道が他に好きな人がいるなんて理由でいきなり別れを切り出すなんてよく考えたらおかしいとヒナがお母さんに相談したりして、そこから発覚したのかもしれません。せめて不良じゃない子を好きになってほしいと伝えるお父さん。ヒナのようにまっすぐ育ってきた女の子のお父さんとしては当然の考えではないかと思います。むしろ長く付き合ってヒナの傷が深くなる前にここで行動に出たのかもしれません。竹道自身がどんなにいい子でも不良である限り、ヒナがいつどんな恐ろしいことに巻き込まれるかわからないのですから。そんなお父さんに、ヒナは竹道くんの中身が好きなの、竹道はヒナが辛い時に絶対助けてくれる人なのだと訴え、竹道くんを不良なんて言葉で一括りにしないでと涙するヒナ。ヒナにとっては竹道が不良であるかどうかはもはや関係なく、竹道そのものが大好きなのだと感じさせるグッとくるシーンです。この時のヒナは知る由もないですが、何度もタイムリープして命がけでヒナを救おうとしている竹道。もちろん竹道にとってヒナは運命の相手ですが、ヒナにとってもそんな竹道は運命の人。この前の世界線ではお父さんによって別れたものの、ヒナはこの先12年も竹道を思い続けていて、そんな切ない姿を見たその世界線のお父さんは少し後悔していたんじゃないかなと思ったりもしました。一人神社に来たヒナに声をかけたのはエマ。個人的にこのエマの一コマがおしゃれで可愛くて大好きなのですが、アニメでも忠実に再現されていて嬉しかったです。エマが新一郎が毎年クリスマスにこの神社にお参りに来ていて、それについて言ったら恒例になってしまったと話すと、なんとヒナもクリスマスは毎年この神社に来ていたのだと言い出します。そこでじゃあさ、うちらもっと前から出会ってたのかもねとエマは言うのですが、この神社ではないにしろ実際にヒナと新一郎は過去ですでに出会っていたことがこの先の展開で判明しています。
ナが竹道と別れたことを打ち明けると、納得がいかないエマは、この件はうちに任せなと早速ドラケンに電話をかけ、竹道を探してほしいと伝えています。めんどくせえ、クリスマスだぞというドラケンのセリフの後、アニメでは、だから何って俺らはそのあれだけどと、もごもごするドラケンのセリフが追加されています。その様子に、戻ろうよというマイキー、さっき聞こえたインパルスの音、やっぱ三ツ矢だとピンときたようで、竹道も一緒かもとあっさり正解にたどり着いていて、さすがマイキー、鋭いです。三ツ矢と柚葉の会話などから得たわずかな違和感がマイキーの中でつながったのでしょうか。またエマの携帯には、原作にはなかったドラケンがくれたのと同じクマのストラップがついていました。このストラップぜひグッズ化してほしいです。好きなんでしょ、言いたいこと伝えなとヒナを引っ張るエマ。今竹道くんに会ったら何も言えない、泣いちゃうかもとヒナは目に涙を浮かべています。ですが、会ったら泣いちゃうのは竹道の方でした。竹道は中身が26歳なだけあって、ヒナのお父さんの意見も理解していて、もし俺のせいでヒナになんかあったらダメじゃんというところで、アニメでは危ない目にも合わせちまったしと、大樹と遭遇した時のことを指してるであろうセリフが追加されていました。そして思わず、絶対守るから、たとえ君が死んでもと泣く竹道。トラックに轢かれても、足の感覚なくなっても、何度でも守るから。だから別れるのはなしにしてくんねえかな、と号泣。一見無事に見えたヒナの、足の感覚がもうないの、というセリフは、なんとも辛いものでしたが、竹道にとっても記憶に刻み込まれた苦しいものだったのだと思わされました。そんな姿にヒナが、初詣連れてってと微笑み、無事に仲直り。エマは自分のことのように喜び、もらい泣きしていました。その様子を見ていたヒナの両親の会話で、アニメではお父さんの、ついこの間までランドセル背負ってたのに、というセリフと、さらにその後ろでマイキーが、ひなちゃん、タケミッチちょっと借りると言って、ひなが、はいと答え、そしてエマが、よかったねひなとひなに飛びつく様子が追加されていました。マイキーのバイクに乗せてもらいながら、タケミチはマイキーの両親について尋ねます。そしてマイキーは、おじいちゃんとエマと3人暮らしをしていること、エマのお母さんは10年くらい前にエマを置いてどこかに行ってしまったのだと知ります。さらっと壮絶な佐野家において、兄貴が俺ら2人の親代わりだったと話すマイキー。幼いマイキーとエマが新一郎の背中を追いかけて走る姿が描かれるのですが、エンディングしかり、新一郎の背中というのはどうしてこうも切なさを感じさせるのでしょうか。そんな新一郎がもういないこと、たまにそれがどういうことなのか理解できなくなるというマイキーは、そうなると何もかもがわからなくなってしまうとも話しており、それはまさしく黒い衝動があふれる感覚であると思われます。自分が自分でなくなることを自覚しているというのは、無意識にそうなるよりも辛いことなのではないかと個人的には思います。新一郎について、東京中の不良が自分よりも弱い新一郎を慕っていたと語られるのですが、そこで原作ではいなかったブラックドラゴン副隊長竹臣と思われる人物がアニメでは描かれています。
まさかこの時点で竹臣をアニメで見れるとは、嬉しいサプライズでした。また、マイキーの言葉が新一郎にぐさぐさ刺さるシーンでは、アニメでは新一郎のアクションが追加されています。そんな新一郎について、竹道は、マイキーくんみたいっすね、と言いますが、マイキーは、俺は弱いよ、とこぼすと、お前は強い、竹道。本当に大切なことは喧嘩に勝つことじゃねえ。自分に負けないことだ、と伝えるのでした。マイキーが大樹に言っていた、喧嘩が強いだけで心がない大樹には時代は作れない、という言葉とも、つながってくるセリフではないかと思います。そして、自分に負けない強さを持つ竹道に、くじけそうな時、俺が俺でなくなりそうな時、俺を叱ってくれ、竹道、兄貴のように、と微笑むのでした。そんなマイキーに竹道は、もちろんですと叫んでいるのですが、後の展開から、マイキーは辛い時ほど笑う人であり、この時の笑顔はマイキーの SOS だったのだとわかります。それを踏まえた上でこのシーンを見返すと、マイキーが切なくてより泣けてくるのですが、オープニングのホワイトノイズの歌詞ともかなりリンクするように感じています。サビのヒーローぶって笑っていたとは、こうして辛い時ほど笑うマイキーを指していて、竹道がそんなマイキーの絶望を抱きしめるまで負けない、運命に殴られても痛くも痒くもないと戦っていくことをヒゲダンさんは表現されていたんじゃないかなと考えています。改めてホワイトノイズは通り部の世界観を見事に詰め込んだ本当に素晴らしい楽曲だと思いました。また、83構想前の集会の時も思ったのですが、身長からして、竹道やパーチンとマイキーが向き合ったら、本来ならマイキーが2人を見上げる形になるところを、階段を使うことで、逆に2人がマイキーを見上げる構図にしているのかなと感じました。ここで110話の内容に移る前に、なんと122話の蒼龍のエピソードがアニメで先行して描かれました。聖夜決戦中に三ツ矢が語った、たった一度妹を置いて家出した時のエピソードなので、抜群のタイミングでの差し込みです。本来年明けだったタイミングを年内にずらすことに伴い、聖夜決戦から時間が経っていないため、三ツ矢がまだ包帯を巻いていたり、例の件、発表は年明け一発目の集会か、という三ツ矢のセリフが追加されています。例の件とは、三ツ矢と千冬がマイキーに報告した、キサキの裏切りによるキサキの除名でしょうか。また、これらのやりとりは、アニメではカットされていました。ちなみに私はずっと蒼龍と発音していたのですが、正しくは蒼龍だったようです。妹を置いて家出をし、壁にドラゴンを描いていた小学生の頃の三ツ矢、そこに声をかけてきたのがドラケンであり、それが二人の出会い。ドラケンがあげたカルビ丼を三ツ矢が完食したため、ドラケンはカルビ丼とドラゴンを交換だと言い出すのでした。ちなみにシュプリームをもじっているであろうドラケンのパーカーが、原作ではスーパーミーだったのが、アニメではスーパーメンになっています。その後三ツ矢はドラケンの住むファッションヘルスでお姉さんたちとトランプを楽しむも、俺もここに住みたいなと言った途端、蹴っ飛ばされてしまいます。ドラケンは、あいつら痛くているわけじゃねえから、
あんなとこ、と三ツ矢に言いますが、この頃の三ツ矢にはまだその真意はわからなかったようです。しかし、母ちゃんの飯、好きというドラケンに、クソまずいし嫌いかなと答えるも、それを、いいね、俺、両親いねえから、クソまずいとか、そういうの憧れる、と言われ、三ツ矢はハッとしており、この経験から、生まれた環境を憎むなという考えが、三ツ矢の中に芽生えたんじゃないかと思います。また、ドラケンのセリフが、原作では両親だったのが、アニメでは親になっていました。その1ヶ月後、俺は家族を大事にする不良になる、とドラケンの前に現れた三ツ矢。しかしなんと、二人とも、こめかみにあのドラゴンのタトゥーが。そこでドラケンが、このドラゴンはカルビ丼と交換したから俺の、と主張したため、三ツ矢が髪を伸ばすことになったのでした。また、小学生三ツ矢の声も松岡さんが演じられていて、いつもよりわずかに幼さを感じさせる、さすがのお芝居でした。この後は原作110話にあたる年越しからの初詣が描かれます。ここでは、ひなの問いかけに八戒がフリーズした後、ゆずはが肘でつつく描写や、ひなをルナマナに取られた竹道の、クリスマスの埋め合わせなんすよ、というセリフが追加されています。この後の大樹とゆずはのやりとりなどは原作通りでしたが、絵馬にまつわる演出が細かくかなり変更されていました。まず、三ツ矢たちとワイワイしながら絵馬を描く様子や、三ツ矢が来年も喧嘩上等と書いて八戒が突っ込み、ルナがママがもっと遊んでくれますようにといじらしすぎることを書くシーンや、ひなが竹道のたらしきことを書き込んでいる様子がカットされ、竹道が絵馬を落として地冬が拾い反射で竹道を避けて投げるシーンは、八戒が竹道から取り上げてわちゃわちゃやってたらマイキーの足元に転がっていくというものに変わっています。また個人的にマイキーの必死だねという言い回しがマイキーらしくて好きだったのですが、随分必死だなに変更されていました。この後の年越しジャンプ、ハンマとキサキのやり取りは原作通りです。今週はマイキーの俺を叱ってくれ兄貴のようにのシーンにまた泣かされる回でした。また、竹道とひなの仲直りのシーンも個人的にはとても好きで、今竹道くんに会ったら泣いちゃうというひなの気持ちにとても共感できる上、そこで自分より先に竹道が泣き出した時、涙を我慢していたであろうひなが、切ないやら安心するやらで涙ぐむ姿や、ものすごく素直に謝る可愛い竹道に、こっちまで泣けてきます。こういう時、エマのように相手の男の子側に取り合ってくれる友達って、特にひなたちくらいの年頃だと本当にいたな、女の子あるあるなのかななんて思いましたし、そういう友達はずっと大事にしなければいけない親友ですよね。ひなとエマの絆にもグッときます。ご視聴ありがとうございました。これからも毎週のアニメ解説動画など、たくさんの通り部動画を上げていくので、チャンネル登録もお願いいたします。